さあ、それでは諸君、スタートいたしましょう。中学2年生、やりましたね。同点の2回目ということで、ちょっとチャレンジをしていこうじゃありませんか。もう、だいぶね、分かってきた人いっぱいいますよ、同点。イェーイ。面白いっすね、同点ね。では、ちょっと見ていこう。今日2回目なんですけど、点 P は、頂点 B を出発しました。はい、ここ出発ですね。C。で、A までいきます。C について、 B について、最後は A に戻ります。 P だけにね。はい、皆さん分かってますね。ピーッと移動しますね。そして、ステージは3つ。まずは BC 上に P 君がいるとき、それから CD 上に P 君がいるとき、それから AD 上に P 君がいるとき、この3つに分けていろいろと考えていくと。まあ、こういうことだよね。これはちょっと考えていきましょう。秒速が大事。1センチ。毎秒1センチの速さで進みます。X 秒後の三角形 ABP の面積を Y 平方センチメートルとして関数で表現しましょうよと。こういう話であります。はい。で、大事なのは、ここね。秒速1センチの速さで行ってるから、 X 秒後には進むのは X センチ進むのだというのが鉄則中の鉄則。これがもし2センチであったら、 X 秒後は 2X センチ進むのだ。鉄則中の鉄則。これ覚えてちょうだいね。はい。ですので、今回は毎秒1センチなので、 X 秒後 P 君がここにいたとすれば、 P 君が進んだ距離が X センチと表現できる。こういうことよ。そしたら、この三角形の面積は X を使って表現できるよね。なので、 Y は 8×X×2 分の1という三角形の面積の、公式に入れりゃいいね。だから y は 4x という式になるわけだ。さあ、ここで一つ、今日は変域というのも少し頭に入れておこうではないかと思います。変域というのは x なり y なり、その変数、変わる数がどっからどこまでの範囲で動くのかというのが変域というものであります。それで、この場合、X の変域をまず考えてみたいと思います。X の変域は、X 秒後なので、何秒後から 何秒後まで行くのかっていうことですよ。スタート地点は0秒後。C に到着するのは、12センチを進むのよね。ということは、1秒間に1センチ進んでったら、12センチ進むのに何秒かかるの？そう、12秒かかるよね。だからここが12という形になればいい。というと、X の変域は0秒から12秒後なので、0以上を X は12以下と書いてあげてください。ちょっと次行きましょう。今度は CD 上に P 君がいた時、こんな三角形になりました。この三角形は見るからに面積がすぐ分かってしまいます。なぜかというと、底辺が8に対して高さが12ですから、8×12×2 分の1。ほら、こんなので出来上がりなの。ですので、 Y は、まあ、ここ約分すると48っていう式になっちゃうんだね。X の変域だけちょっと考えておきましょう。ここが12秒後でした。ここに到着するのは、さらに8センチ上がんなくちゃいけないから8秒かかります。ですので、20秒後まで。つまり X の変域は12以上20以下という変域を持っています。それでは、第3ステージ、ここが大切。ここです。 P 君が AD 上にいた時ね。すると、 P 君が進んだ距離はここまでですよね。ですので、進んだ距離は毎秒1センチで、 X 秒進んだ距離だから、はい、X センチということが
わかります。では AP の長さがわかるといいのよね。 AP の長さはどうやって求めるかというと、ここの BC、 そして C で、そして A で、この3辺の長さからピーって進んだ距離を引けばいいんですよ。だから3辺の12センチ、8センチ、12センチ、これから X センチを引いてあげると AP の長さが出てくる。なぜか、この3枚からここを引けば残りは AP にしかならないよね。だから20、32-X と分かっちゃうんだね。それなので Y は底辺が8、そしてここの AP が 32-X だから、底辺が8で32-X をかけて、これかけるこれって意味ね、2分の1をかければ答えが出てくるわけよね。するとこう約分できるじゃん。 Y は 4×32-X、 つまり Y は 128-4X、 入れ替えて -4X+128、 こんな形で出すことができるんだよね。じゃあ、まあ今日は変域、 X の変域に注目したので X の変域も書いてみようね。ここが20秒後、最後 A に到着するのはここから12秒かかるから32秒後っていうことだよね。それゆえここの X の変域は20以上を X は32以下と書いてくれれば出来上がりなんです。やーりー、こんなので完成。ちょっとおまけがここに4番あるので、そのおまけもちょっと入れてみちゃおうかな。三角形が32になるときは、さあ何秒後と何秒後なのかって聞かれています。でここのところを見てください。これは Y は一定の面積で48って言ってる。だから32は絶対にならない。なので2番は外していい。1番かそれから3番かの時に32になる可能性があるっていうことよね。だから1番の Y=4X という式に Y に32を代入しようじゃありませんか。すると 32=4X ということになって、4で割れば8秒後ということがわかります。それからこちらの直線にも入れてみましょう。Y=-4X+128 に Y に32を入れるのね。さあこれ丁寧に解きましょう。移行します。 4X=128-32、 ここも丁寧に計算しようね、せっかくだからね。96、4で割るから2が経って4416かな。それで8と24っていう形が出てきたわけよ。これが8秒後と24秒後で、これで、32という面積になるんだよ。こういうことなんだね。ですので答えは8秒後、それから、24秒後、こんな形で答えを出すことができるのであります。さあなんてことはない、簡単なんですよ。面白いでしょ。これがまあ導点の基本中の基本、これを基本にしてさらなる応用へと進んでいけばいいわけですよね。わーお、楽勝楽勝ということで、ぜひ導点に興味を持っていただいて、そして楽しい数学を体験してほしいなというふうに思ってます。ではまたね、頑張りましょう。